トイコンガレージのわかるはテレビではもう限界がちょっとしか分かんなかったんで、もうこれからはあのハンズフリーでやってください。ハンズフリーじゃない、なんやこれ、テーブルモードでやってくださいって言ってたんで、そっから続きになるんですかね、前の前の動画の前の前の動画かな、ちょっと見ていきたいなと思います。手で操作するんでブレたらごめん。お手本トピックってここにありまして、これを見ますとトイコンガレージ入門ってありますんで、ちょっと一回、違うな、違うの押してるな、これブレたな、てトイコンのトイコ、ちょっと待って、ビデオカメラ持ちながらめっちゃむず。これはい、トイコンガレージ入、あれあれ、あ、これはテレビで見たからもう終わってるんや。オッケーオッケー、うん、ここテレビでさっき見たやつですね。続き始めるやって、あ、始めるで終わったやな。じゃあちょっと次行きます。これのさっきのでよかったんだから、リモコンカーを自作しようやって、すごい。リモコンカーはタッチするじゃね、これね、取るの引ってめんどくせえなと思ったんですけど、なんかさっきこれ取るかどうか迷ってる時に説明書めっちゃ面白いみたいなコメントをくれた人がいたんで、頑張りたいなと思います。説明書が面白いだけで僕は別に面白くないんですけど、リモコンカーはタッチすると進むって仕組みだよな。その通り、画面をタッチするとジョイコンが振動して進むという仕組みね。簡単に自作しちゃう。自作でリモコンカーが作れるの？本当かよ。これちょっとね、ちょっとノートで自分で作ろうとしたけど限界が来たんで、こっちを見ようって考えになりました。入力をタッチしたらにして、出力を振動させるにすればいいんだよ。こんだけや。自動で進むはまた別の話だな。 IR マーカーについて調べたくて、ちょっとどこにもネットにもまだ全然みんなできてなかったみたいなんで、ちょっとこれに載ってたらいいなって気持ちで見てます。もうこの足壊れたんやけど、俺昨日ガキ、タッチしたら2つ置いたらいいんじゃない。あ、そうかそうか、タッチしたら、あー、いいね。綺麗に作ったやんな、このダンボール。昨日の動画見てもらえば分かります。まっすぐ進まないです、僕は。もう今のでね、2つ同時押しもできたことになるんですよ。すごいな、すごいか、すごいよ。じゃあ次、お手本トピックの2、倒れる人形を作ろう。これよくあの PV で見てたやつですね。むふん、むふん、あ、そう、 OM ちょいと見せたいものがある。 A シートについてる、これ、あー、いいね、ついてた。ここにキノピオの顔のやつ、気持ち悪いな。キノピオの発動シーンって気持ち悪いな。あの LINE で来てました。ちょっと画面白くなっててごめんなさいね。お、これいいな。あんな裏ちゃんとあんなになってるやん。ちゃんと貼り付けて、両面テープとかそんなレベルじゃないよね。カチャってやるやんね、ちゃんと。やっぱり任天堂っていうのは。さっきさ、そのノードを調べて、ピアノノードどんな感じみたいなノード検索したら、ピアノパクリって出てきましたけど、どうなんやろう。パクリでもないと思いましたけど、僕は。ビートマニアの人が言ってたんですけど、それやったらさ、ポップンマニアミュージックなんてもっとパクリやん。あれは言ったからいいんか。言ったからと同じ会社や。ポップンミュージックも面白かったけどね。遊んなら思いつくはず。そんな会話もできるようになったやん。あ、
ここなんか BV で見たな。あ、違う、あれはピストルだったっけ。ピストルっていやらしいな。やらしいじゃないわ、危険、えぐいな。あんな台あったやん。知らんかった、あんな固定のやつは座ってるのあるなんて。ちょっとシュールかも。だいたい俺上にあるやつが俺の意見ですよね。はい、じゃあ次。あ、これタッチしたら、あ、振動した。もう一個のコントローラーが今横にありますけど、次は画面を動かそう。画面を動かそうっていうのは、AC とにあるこの画面、あ、これ、これ結構知りたいよ、これ。こっからはもう想像力は働いてないんで、光るってやつをやるんやろうけど、フィルムがあることはさっきの動画で判明したよね。うん、いいな。非常にいい、非常にいいサンプルを用意してくれてますよね。これサンプルだけ作って紙売ったらめっちゃ売れるんじゃねえか。自分で掘り込むみたいになれるんじゃねえか。周辺機器メーカーみたいな、何の許可もライセンスもなく、任天堂用、本体用、くり抜きみたいな、めっちゃ売れるんじゃねえか。本当に売れるわ。金の話にすぐなっちゃってもね。今からノードの勉強したいんやって言ってんのに。ボタンを押すと四角い箱に、ボタンを押したら光らせるだけでいいんやね。光らせるっていうノードをでかくするんかな。あ、このノードのさ、線の形とかの作り方も俺分かってなかったかもしれん。11時11分でしょ。ん？これは ラジオじゃねえや、バイクのやつやね。あ、これバイクのやつにあったな。かわいい、本当にかわいい。あ、本当にかわいい。大好きだけど、ビニールに入れてます、僕は。むふん？だってさ、あれ使うことある？あの破片はさすがに使うことないかな。使うかな。画面を光らせるの設定を変えれば、伸ばしたり回したり動かしたりいろいろできる。これは動かすとかは全然わかるんすよね。あ、じゃあそれはわかる。その光のやつはやってみたことある。光らせる種類を変えれるんですよね。だからあれでルーレットを作ってるのもわかったんや。そっかそっか。そやけど、あのね、長いところのノードが途中で区切られてたりしてんかった。それがわからんかったんてな。あ、いいね、セロファン。あ、いいね。ん？あ、なんて書いてある、あれ。これボタン。おお、光る。ごめん、画面ずれてるよな。今度いいか。光るのは分かったんやけど、ここ区切られてなかった。まあいいや、次行こう。お手本トピックのギターを作ろう。ギターも見たことあるよね、あれで PV で。ムフン、あのつなぎが欲しいんですよ、僕。
ムファム、これは見たね、あの YouTube の動画、さっき言ったわ、で、動いちゃうからプラス、あの再生ボタンを押してましょうっていうやつね。設定ボタンを押してたら実は動かぬことが判明しました。別のところの設定ボタンを押してたら、なんで上にウクレレダネが来たやろこれ。またギターでもあるやんこれ。つなぎの色まで変わってるやん。はい、おお、やってみよう。やったー、あのギターモテアイテム説の動画また参照してください。悪いね、1個ついてたけど。んじゃあ次、中間ノードを使おう。これもね、別にいいんですよね、いいんですよねって、まだそこまで行き着いてないんですよね。はい、慣れてきた。入力と出力の間に条件をつけようってね。モアファン、同時に押すと光る。もう分かりやすいね、これは。もう時間が経ってから光るまで行く。何に使えるかな。あ、入力はあるたびに数値が上がって、これ何、3つつけれるの。え、何、あの、めっちゃすごい。ここは初めて見た。綺麗な手やけどな。つってんじゃん、つってるぞ。あのさ、ノードのニューインポートのところの、あ、これなんやこれ。ここら辺なのかな。あ、スポイドノード、ここら辺なんか。丸いところ、丸いところと四角いところが重なるとオンになる。そうそう、画面を光らせるとか組み合わせて使ってね。最後はコメントノードじゃ。あれ？もう本だけか説明。ちょっと待って。戻れん？前さ、視聴者さんと予想してたのは、なんかコピーするんじゃないですかねって言ってたんですよね、スポイドって。どっかから色を抽出するみたいな。よくスポイドマーク、Windows とかでもあるけど、そうじゃなかったんやの。ちょっと後で見てみよう。後で出るよね、多分。コメントノードは最初に、つなげてって書いてあったから分かってます。プログラミングにもコメントってあるんでね。あーすごい、これがコメントノードですね。あ、これを僕は知りたかった。これでって隠してきて、これこれなんでプラスマイナスゼロ、何これプラスマイナスゼロって。カウントするタイミング、トリガーホールド、どういう意味やろう。よく分かんないな。このプラス、マイナスに、あ、カウントをマイナスしていくんか。あ、押すと 2,3,4 になっていくやんね。何光ってんこいつ。タイマー、3秒に1回かな。あ、3回に1回よくわかんない。ちょっとちゃんと見てないけど、これやな、難しいの。これなんや？あ、そういうことか。中間ノードなんや、これが。さっきも言ってたけどわからなかった。ここで、絵と合わせるプログラミングみたいな感じなんやな。ここを見ると、スポイドという名前の通り、別のノードの白い四角を吸い取るようやって。だから、俺はなんでこれを、あ、分かってきた。ちょっと画面ずれてるか、これ。ごめん。ちょっと待って。戻す。ちょっ
興奮してるでね、今俺こんな静かな声やけど、静かな声な理由はいろいろあるんですよ。わかったぞ俺、あのピアノのさ中身見たかったんやって。本当に IR カメラのさあれって、10個ぐらいしか入れれないんですよ。だからピアノって10個以上鍵盤あるのに、どうやって読み取ってるんかなと思ってたのはスポイドなんや多分。そうじゃない？いやー今わかった。なんか俺気持ち悪い喋り方になってんな今日。これ左の1の A のん？あ、こうか。傾きでこう伸ばしていくと、おーんと、で中間のところにスポイドってのがあるの？おお、これか。で丸が重なるとなるの？これ IR カメラに使えるんじゃないでしょうかね。でもピアノってこれで本当にできてるんやろうか。なんとなくやっと分かってきました。いやちょっと嬉しいかも、これやったんや。じゃあ次、俺の勉強と重ねて申し訳ない。何今日の喋り方変やな。ギターを作ろう、中間ノートを使う、はい、アナログとデジタルは分かるよね。そういえばさ、キューブのアナログコントロール、アナログ LZ やけ、 Z やけど、スイッチはないね。だから傾く角度によってアナログをできると、光をゆっくり光らせるとかできると、音をゆっくり伸ばしたりとかできるんですよね。いやー深いなー、濃度深い。やっぱアナログの時代ですよね。でもレコードってさアナログやけど、実はデジタルじゃねえと思う。今勝手に言った、ごめん、本当は思ってない。適当に言った今の俺今みたいに適当に喋れつ嫌いやねん。なんかその場の前から思ってたみたいに。よし、練習しました。わかりやすかったです。つまり1か0、0か1かっていうのをコンピューターはデジタルで、その間には無限の色が広がってるって、また使っちゃいましたけども、アナログですね。はあ、入力にあるこのトイコンっていうのは何？釣りとかバイクとか、あ、これはさっきちょっと触って分かったんですけど、バイクっていうノードができて、俺が説明すんなよ。ちっちゃくて何書いてあるか見えてないよね、みんなに。ごめんなさい、僕にもちょっと見えないんですけど、巻き取るっていうだけのノードがあるんですよね。だからもうそこが一個になってるってことですよ。あの傾きがどうのこうの言わずに、この動きってできるってことです。だから作りやすくなるってことですね。関数ってことですよね、エクセルで言う。違うかな、今適当に言ってない、今の適当に言ってないと思う。適当に言うやつ嫌いなの。回すと振動ってやればこれができちゃうということですよね。学ぶねー、学んじゃー、遊んでばっか。綺麗な手。お、コンプリートしたかも。バイク、ん？バイクはどっちの手やろこれ。バイクアクセルってどうやってやったっけ。あ、動かない。まあいいや。ってことで終わります。すいません、俺が分かったのは嬉しかった。皆さんもここ見た方がいいね。ここ一番重要なのにテレビでは見れないんや。俺はテレビでいつもやってるから。